1日も数分ぐらいしか一緒にならないじゃん。趣味思考の変化っていうもので言うとなかなかそれはついていかれへんけど、しゃあないもんね、時間がないっていうのは。鳥取って知ってる？何が？どこにあるか、日本の左の方やろ。じゃあ鳥取のもう一つ左は石川や。全然ちゃうわ。うそ、お前。違う違う、石川間違えた今。鳥取の位置はだから大体でいいやん。もうかわいそすぎるやろ鳥取は。飛行機雲が綺麗。自宅からの通勤時間はどれぐらいですか？ですね、車で5分。そんなつけてるの？1200歩。1200歩しか歩けへんねや。歩かないです、ね、歩かへんな、ね、ドア2ドアです、ね、あ、動いてる。生きてるやん、このカツガニ。これで1000円、一皿。安いな、これにしとこ。美味しそう。じゃあ取っとけ取っとけな。美味しい。うまいよね。うん、もちもち感やろ。うん、わかる。もちもち感。こんにちは。いらっしゃいませ。うまいな。うん、のっぺりなんて初めてじゃん多分。ずっとあれやね、うん、うまいね。うん、ハズレも食べてないよな、まだ。スキーに行きますよ。うん、初めてだ。初めてのやろ。どう、できそう？わかんない、全くイメージがわかない。まあお前どんくさいから大変やと思う。うん、うん、遠く見て、遠く。もうなんとなくできへんやつの動きやな、お前。え、膝を曲げへんからやで。ああ、危ない、お前。それはあかんわ。後ろ開いて、後ろ開いて。そう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 、もっと開いて。いける、大丈夫、そのスピードで。ほらほらほら、あーしゃー。起きれる？うん。